ログインをクリックします。メールとパスワードを入力します。コードを入力します。コードは、登録された携帯電話への自動通話から入手します。確認をクリックします。ログインできました。Gmail をクリックして起動します。Google アカウントから2段階認証について通知が届きました。内容を確認しておきましょう。